野暮用だ。みゆきはこれをどう思う？読み上げるぜ。 UR@1000ER from 21 to 22 だ。普通の英語ですね。なんでこれが普通なんだ？なぜと言われても。どうしました？いや、あっさり解決したんでね。電話をしてみるもんだな。お役に立てたのなら幸いです。ああ、今度は一緒に飯でもどうだ？本当ですか？二人きりですよね？臼島副所長とか一緒じゃないですよね？冗談だ、何浮かれてるんだ。ボスは時々人を喜ばせておいて、すぐに奈落の底へ突き落とします。一体何を怒ってるんだあいつは。どうしたんだい？元気ない顔している。兄の様子がおかしくて。実は聞いてほしいんです。うん。兄が今になっても帰ってこないんです。伝言は？いえ、最近ナーバスになっていたから、そのせいかと思っていたんですが。やっぱり警戒した通りだったと？はい、警察へ届けた方がいいでしょうか？まあ無駄だな、行方不明事件として扱っちゃくれないさ。兄がおかしくなったのは昨日の電話からでした。突然、そうか、居場所が分かったかって叫ぶと、家を飛び出してそれっきり。つまり能動的にいなくなったってことか。もうしばらく待ってみるといい。何かあればここへ電話していい。これって探偵さんの？まあな、大したことないやつだが、多少は役に立てるかもな。ありがとうございます、兄さん。あの分裂症気味の兄さんは、随分と妹の世話を焼かせてるらしいぜ。アギオちゃん、いらっしゃい。そうそう、例の彼女いるじゃない。ホステスのチカちゃんじゃないわよ。マユミって女の子のこと。彼女探している変なのはいるわよ。妙なやつだったから気をつけて。え？ヒゲを生やした初老の男かって？全然。
ごっついプロレスラーみたいな男だったわ。目つきが尋常じゃなかったわよ。あれはきっと変質者か殺人狂よ。わあ、もう怖かったわ。また来るとか言ってたわ。まあ、もう怖。アギオちゃん、ここまで飛び火させないでね。そうそう、遅れてごめんね。例のネタ仕入れたわよ。情報 F だからね。新鮮なお酒とネタはいつも置いてあるわよ。社員用回線の極秘電話番号があるわ。そこでパーソナル情報を引き出せるから。電話応対はコンピューターだから気兼ねなく聞けるわよ。そこで名前を言えばいいの。向こうで音声認識をして応対してくれるはずだから。極秘電話番号は 000-4234-5515 よ。アギオちゃんだから教えるのよ。けどあそこに関する情報、今後は遠慮してもらいたいわ。命あってのだもん。失礼ですが、この探偵事務所の方で。こいつ、以前も会ったな。まさか俺を張ってるのか。失礼ですが。なあ、ここは俺の探偵事務所だ。この事務所に、阿行あやめ様という方はいらっしゃいますかな。誰だよ、あんた。私は米村と申します。あやめに何の用だ。三剣真由美という女性が阿行あやめ様をお尋ねになったはずですが。三剣真由美、名字は違わないか。いらっしゃったので。いや、三剣などという女は来ていない。うん。では、阿行あやめ様にお会いすることはできますか。あいつは1年前に退社したよ。そうですか。やっと居場所を突き止めたのに1年遅れましたか。申し訳ございません。三剣真由美様という女性が訪ねてきたら、私めにご連絡いただけませんか。依頼人であれば秘密は守るんでね。無理な頼みだ。たとえ依頼人でなくても、あんたに教えるいわれはないぜ。確かに一流の探偵は言うことが違いますな。一流の探偵だって。あいつは俺のことを知っているというのか。それにあやめに用だと言っていたが、あの男、三剣か。三更になら知ってるんだが。Thank you.
すみません、もしや阿行様でいらっしゃいますか。ああそうだが。お電話が入っております。受話器を貸してくれ。阿行だ、クールか。よくわかったな、ここが。子供騙しだな。暗号のつもりなら落第もいいとこだ。アイドラーとやらには子供騙しだったらしい。 UR@1000ER from 21 to 22。 最初はメールアドレスか何かだと思った。後にある from 21 to 22は21から22まで。これは英語で時刻を表しているんじゃないかと思える。つまり21時から22時というわけだ。とすれば最初の UR@1000ER も英語と考えるのが妥当だろう。つまりそのまま発音すれば UR@MillenniumFrom21to22。 ミレニアムホテルで21時から22時。どうだい？バカではないらしいな。そりゃどうも。で、姿は見せてくれるのかい？警察には行っていないな。ああ、セントラル街の脇にジップネットにバーがある。よく知ってるよ。そこで待ち合わせをするかい？今からだ。ジプレで今からか。お済みでございますか？すまなかったな、迷惑かける。いいえ、またのお越しをお待ちしております。あら、また会ったわね。君と会うのはいつも暗がりだが、今晩だけは明るい。私にはちょっと眩しすぎるわ。人目につくってことかな。感じるままに。結構下のランクと言ったわね。なあ。嘘でしょ。なぜそう思う？それほど頭が悪そうに見えないから。そうでもない。その証拠に君が誰か俺はまるでわからん。性格は悪そうだけど人は悪くなさそうね。運は最悪を通り越して極悪だがな。また再び会えた時、運がいいのかしら悪いのかしら。言ってしまったか。再び会えると言っていたな。また会うつもりなのか？どうも俺の行く先々に現れるような気がする。同業者なんだろうか。こら、阿行！こんな時間に何をやっとるか。息をして立ってる。そういうお前は投身自殺でもしに来たか。私も息をして立っているのだ。用もないのに息をして立つな。国民の血税だぞ。そうか。おいきさま、息をして立つのに用事が必要なのか。必要なわけないだろう。朝から外されるわ。貴様に出会うわ。いいことなど何もないぞ。外された？本部の連中め、この私の類稀なる才能を見誤るとはな。
チキジュー。笑うか怒るかどちらかにしろよ。そうか、みゆきの工作だな。そこまでやる必要はないのにな。私の才能を見くびりよって、くそ。少しは冷静になれ、西船橋。冷静になどなってられるか。じゃあもっと興奮しろ。で、冷静になってやる。今に見ておれ。いつかきっと大事件を解決してやるからな。泣いてたぞあいつ。ラニオちゃん、タイミングバッチシ。お電話よ。電話？クールとかいう人、変声機使ってるわよ。大丈夫？なあ、知らないが知ってるやつだ。じゃあ、私はちょっと奥へ行ってくるからね。すまんな、気を利かせてもらって。クールか、ここで待ち合わせという話だったろ。約束違反だ。違反？約束では警察に知らせないという話だった。知らせていない。バーの前で刑事と落ち合っていた。監視されてる。どこかで俺のことを張っているというのか、この俺に。それと気づかせずにやるじゃないか。言っておくが、あのお笑い刑事はそんなんじゃない。いずれにせよ、約束違反があったのは事実だ。アッシュ、電話終わったぜ。あらあら、どうしたの、そんな残念そうな顔。振られたよ、残念ながらな。こんな凄腕の探偵を袖にするなんて、そいつも見る目がないわね。らしいな。そういうこともあるわよ、ゆっくりしてって。なんだ、喧嘩か。ふん、そんなこと言って小遣い稼ごうとしてもダメよ。ほら、こっちに来な。いや、あれ、あそこにいるのって。まったく、泥棒猫みたいに人の縄張りに入ってきて。違うんです、本当です。ありゃりゃ。話してください、私違うんです。違うも何も、そんな格好して私たちの邪魔しようとしたってダメだからね。違うのに。さあ、上がりをもらうわよ。出しなさいよ。そんなものありません。そんなわけないでしょ。いつまでも見ているわけにもいかんか。たく、うんうん、
じゃない。誰？そこの事務所のナイスガイよ。ふーん、あなたのお得意様？そんなところね。どうしたの、アギョーちゃん、こんな時間に。たまたま通りかかってね。何かトラブルかい？この人が私たちの縄張りを荒らしてるから少し注意してたのよ。ほう、縄張り荒らしか。そいつは大事だ。そんな股下3センチくらいしかない蝶を身に履いて。歳を考えたら、おばさん。私はまだ20代前半です。なんでこそこそ私たちを伺っていたのよ。人目をはばかったのは恥ずかしかったからです。なるべく人がいないところを通ろうと。何言ってるのよ。その格好あなた自分でしたんでしょ。それはそうですけど。そういう趣味があんの。やるわね。違います。